皆さんおはようございます。7月19日朝6時、53分です。今日はですね、ちょっと昨日の仕事の朝から12時間労働でしてね、もうずーっと12時間働いてました。しかも座った姿勢が長くてですね、腰痛がひどくて今日は走れる状態ではございませんので、今日はジョギングやめとこうと思ったわけなんですけども、ジョギングをやめたとしてもこの間助けた宇藤が起こしてた U 字工にですね、また落ちてるって言うんですよ。今堀さんの話によると昨日も落っこちてるヒナがいたっていうことなんで、一度助けてしまったらねえ、ほっとくわけにもいかないじゃないですか。なので今日は他に落っこちてる宇藤がいないか、パトロールがてら、あそこの排水溝にこれ以上ウトウが落ちないようにちょっと細工してこようかなと思って車を走らせています。誰かにね言われたんですよ。そういうことをするとずっと助けなきゃいけなくなるぞと。まあそんなことできないだろうっていうことなんでしょうけども、いや私はします、まあ自己満足と言われようが私はしようと思ってます。ということで今日はジョギング目的ではなく、ウトウのヒナをジョギングバック目的ではなくウトウのヒナを助けるためだけに、天気も曇りでそんな撮影日和ではございませんが、ウトウのヒナを助けるためだけに、赤岩の方に向かってまいりたいかと、そう思っています。はい、また上がってきました。でもね、今日もまたいましたよ、一羽。これで助けたいと思います。この中にね、はまってんですよ。よいしょ、よいしょ。ほらほら、見えますか。こういう感じでハマってるんですよ。ね。おーおーおー、こんななっちゃうんだ。ほったらかしたから。よいしょ。ね。まあ怖くないよ。ほら、お元気だ。まだ元気だ僕は。元気ですね、こいつは。今、浜まで連れてってやっからな。こんなところでね、はまり込んじゃうわけですよ。とりあえず木を並べてこんな感じに、細工しました。
ここにこうやって落とし込んで、下でこう一直線に並んでますんで、これ以上はもう声はいけません。でここで止めて、なんとか救える命を救っていきたいなと思います。でお前まずちょっと元気だからこのまま、海まで行って話してやりたいと思います。なお前は元気だ、よかったよかった。あここにもいる。こっちにもいるじゃん。いたもう一応いましたね。比較的上がるのかな。回り込んで回ります。ね、こんな感じでいるんですよ。足がつる。おお、分かってる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 。おいでおいで。噛まれた。喧嘩すんな。喧嘩すんな。今連れてってやっか。この高さがないと出てくるね。お、元気元気。よし、それだけ元気があれば大丈夫。はあ、今連れてってやっか。いや、ずっとドアップで撮ってましたね。この中に動画ね、ほら元気だお前らは、うん、今出してやるな。いや、ちゃんと過ぎて映ってなかったですね。まあ別にちゃんと映ってなくても宇藤が救えたんで良かったと思います。まあドジなんでね、相変わらずほらバタバタ言ってます。もう2羽いるからね。なかなかこう人間の手で育っていくっていうのはちょっとこう私もいいのかどうか分かりませんが、あのままあそこで死んでしまうよりはいいに決まってますんで。うん、はい、白灯台のところまでやってまいりました。ここから離してやるときっとあっという間に外の海に出ていけるはずなんで、今堀さんの話によると外の海に出てって、みんな他の親たちと出会うそうですから。いやー本当に不思議ですよね、そういう風にするっていうのは。なぜなんだかさっぱり分かりませんが、よいしょよいしょよいしょ。
それでは今から話します。痛い。もういきなり潜れるんだな。潜らないでキョロッキョロしてるの。もう1羽の方はしょっちゅう潜る。元気だ。はあ、まあ出てきましたね。じゃあな、大瀬黒には気をつけろよ。お、潜った。ウミウが飛んできたら逃げるようにして潜った。ちゃんと潜れんじゃん。あ、出てきた。はい、さっきより全然マシな映像だろうと思います。何せドアップやめましたんで今から2周目で、あそこの細工をですね、ちょっと気に入らなかったんで、ちゃんとしに行ってまいりたいと。あれ以上下の方にウトウのヒナが行かないようにすれば、まあ助けてやれる率が上がりますんで、今それを直しに向かっているところです。まあ、でまたカモメ団地です。この間の今堀さんのカモメの真似上手だったな。じゃあちょっと向きを変えて見てみましょうか。皆さんに見ていただきます。よいしょ。避けないんですよ、この通り。本当に毎度のことですけど、本当
本当毎度のことではありますが、あ、大変です。全然避けてくれないんですよ。ほらほらほら、引かれるぞ。死んでるね。これだけのね、死に直面しちゃうとね、やっぱり人間はそこにトラップみたいのを作っちゃいけないんですよ。まあ、いくら人間が生活するためとはいえね。だからあの人工に雨水湧水口にはまってるみんなだけは助けてやろうと思います。だってあそこでただ死んでいくのはカラスの栄養にもなってないし、自然の摂理じゃないですからね。当然のことだから。なのでこれは自己満足と分かっておりますが、続けてまいりたいと思っている次第です。はい、こんな風に細工しました。これをここに入れれば、もう動画これ以上下に行くこともないでしょう。こういう形です。はい、作業が終わりまして、こんな感じでこれ以上ウトウがね向こうへ行かないように、細工したわけなんですけども、この細工を終わらして、トイレに行くと、実はトイレに行ったらまたウトウがいました。子供のウトウがトイレの中に迷い込んでおりまして、それを保護いたしました。また海まで連れてきたいと思います。はい、赤灯台のところにやってまいりました。離してやりたいと思います。おお、なんかあれだね、産毛がまだ残ってますね。ちょっと元気がなかったけど、まあ、歩き疲れて、眠っていたようです。その眠っているところをトイレの前で保護しました。それではまたここで話してやりたいかと思います。はい、ご挨拶しなさい。8号バイバイ。ああ。大丈夫そうだな、お前も。いきなり潜った。8号はいきなり潜ったよ。8号はいきなり潜りました。ドボンといった。海が好きな8号です。ほら、あら、もう産毛の生えたまま、いきなりパサロエースの警報で。あ、いたいたいた、ほら、そこにポチャンと出ましたね。あー、よかった。昨日グッコグッコグッコ、どうしようかいなと。大丈夫でした。あー、いたいたいた。バイバイ。トイレの前で縮こまってたのにね。
トイレを開けっぱなしにするとウトウが迷い込むっていうのは本当のようでした。何しろあいつトイレの扉の前で震えてましたから。でもね、カラスから守ってやろうと思ったら迷い込んだウトウは迷い込ましておいて毎日こうやって話してやればいいのかなみたいなしちゃいました、今日この頃。はい、いや、まあとにかく良かったです。あのまんまあそこにいてもね、カラスにつつかれて死んじゃうだけだから。それではまた今度こそお別れです、最後までご視聴いただきありがとうございました、明日もまた空と海と太陽と鳥とともにお会いいたしましょう、今日はジョギングバカ返上してなんだろう、ウトウレスキューでした。はい、ありがとうございました。いやー、すっかり腰がまた痛くなっちゃいました。どうしよう。